はい、おっちゃんです。どうも、おっちゃんです。おっちゃんの大喜利練習のお時間でございます。今回のお題、ハリー・ポッターの新作、ハリー・ポッターと〇〇とは？これでね、ちょっと大喜利練習をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ハリー・ポッターの新作、ハリー・ポッターと〇〇とは？ハリー・ポッターと雪吊りの女。はまあ一発目なんでね。一発目なんで。こんな感じで。雪吊りの女とね。ちょっと大人の映画ですね。はい。ハリー・ポッターの新作。ハリー・ポッターと〇〇とは。ハリー・ポッターとぶらり途中下車の旅。いまいちだな。はい、ハリー・ポッターの新作、ハリー・ポッターと〇〇とは？ハリー・ポッターと宇宙恐竜ゼットン。なんか違うな。はい、ハリー・ポッターの新作、ハリー・ポッターと〇〇とは？ハリー・ポッターと鈴木福君のマチプラロケ。マチブラロケね。はい、ハリー・ポッターの新作、ハリー・ポッターと〇〇とは、ハリー・ポッターと部屋とワイシャツと私。懐かしい。おっちゃん的には割と好きですね、これね。ハリー・ポッターと部屋とワイシャツと私。ハリー・ポッターの新作、ハリー・ポッターと〇〇とは、ハリー・ポッターと、バスへのスナック。はい、ハリー・ポッターの新作、ハリー・ポッターと〇〇とは、ハリー・ポッター、トイチでお金貸してる。ハリー・ポッター、トイチでお金貸してる。なんだろうな。ハリー・ポッターの新作、ハリー・ポッターと〇〇とは、ハリー・ポッターとボンタン狩り。懐かしいな、ボンタン狩りね。今知ってる人いるのかな。はい、ハリー・ポッターの新作、ハリー・ポッターと〇〇とは、ハリー・ポッターと出会って3秒で合体。下ネタ、ちゃいました。ハリー・ポッターの新作、ハリー・ポッターと〇〇とは、ハリー・ポッターと賢者の父。ダメだね。もう下ネタ出始めたらもうダメだね。はい。というわけで、今日の大喜利練習はこの辺にしておきたいと思います。ハリー・ポッターの新作、ハリー・ポッターの〇〇、〇〇とは？についてね、いい答えをお持ちの方いらっしゃいましたら、ぜひ、コメント欄の方に書いていただけると勉強になるので助かります。というわけで、本日はこの辺でお疲れ様でした。ありがとうございました。